日本政府への賠償判決について韓国さんの自称専門家が日韓双方で落としどころを探っているのではないかとか言っているようです。日本には関係のない問題だと思うんですが、記事とネットの反応を見てみましょう。韓国人の元スプリングセールフらが損害賠償を求めて日本政府を訴えた裁判で、ソウル中央地裁が日本政府に対しスプリングセールフ1人当たり1億ウォン950万円、総額12億ウォン1億1400万円の賠償を命じた判決。日韓の亀裂はますます深まっている。国家は外国の裁判権に服さないとする国際法上の主権免除の原則を無視する異例の判決となった。日本政府は韓国の裁判権に服することは認められないとの立場から控訴はしない方針で、判決は23日に確定する見込みだ。元徴用工裁判と同様、原告が裁判所に対し日本政府の資産の差し押さえを求めた場合どうなるか。日韓問題に詳しい麗澤大学客員教授の西岡努氏が言う、過去在韓米軍基地に勤務していた韓国人が解雇され、それを不当として米政府を相手に裁判を起こしたケースがあります。この時は原告が勝訴し、米大使館が銀行に預金していたビザの手数料が差し押さえられました。こうした前例があるため、日本大使館の資産が差し押さえの対象になる可能性があります。大使館の預金や大使の車などが差し押さえ対象となるかもしれません。元駐韓大使の武藤雅俊氏もこう話す。ウィーン条約で外国高官の不可侵が保障されており、高官の資産は対処外であり何もできないはずですが、韓国は何を考えてくるかわからない。一昔前なら円借款の債務を踏み倒すようなこともやりかねなかったはずです。裁判所が大使館の資産の差し押さえを認めれば、日本政府は当然対抗措置を取る。日韓関係は後戻りができないほど悪化するでしょう。ソウル中央地裁の判決について韓国大統領府は沈黙を続けている。1月13日にも元スプリングセールフらが日本政府に損害賠償を求めた別の裁判の判決が予定されていたが、急遽延期が決定された。今回の判決については朝鮮日報も国際司法裁判所 ICJ の判例と合わないとする国際法専門家の声を紹介しており、慎重です。日韓双方で落としどころを探っているのではないか。それではネットの反応です。笑いどころだよな。落としどころ？そら、条約や合意に従って韓国政府が金払っておしまいだろうね。そもそもこのような国と国交を結んでいる意味がないわけですから、大使館は必要ないと考えます。もしそうなれば絶好のチャンスですから、互いに大使館を撤収して断交すれば良いと思います。ぜひ差し押さえてください。応援しています。手をこまねいていないで、怯えていないで、さっさと実行してください。世界にもより国際法、国家間協定も無視する無法国家であることがよりわかりやすく伝わっていいと思います。大使館など在外公館が対象の場合はより強力な報復措置が取れて、その点からもいいと思います。下手な妥協は不要。その妥協の積み重ねで今の状態に至っていることを政府と外務省は忘れてはならない。他の国には速やかに制裁すべし。しかしここまで事実認定と言われる基礎的部分を無視した裁判があっていいのだろうか。しかも先進国における国家賠償という大事な裁判なのに、判決に至る論拠は全くないまま感情に流され、もはやあえてそこから目をそらしているかのようである。ほんと彼女たちがどこで誰にどのようにスプリングセールフにされ、日本政府からどのような被害を受けたのかが全く見えてこない。かつての主張も今やその根拠が全くの虚偽であった事実が判明したにもかかわらず、本人の意思に反する収入があったのだから抗議の強制性があったと苦しい主張に変貌しているようだが、いずれにせよ事実認定も全くできないのに、よくも有罪にできたものだと呆れるばかりである。
しかも、新たに、強行規範という法律用語まで持ち出して人権侵害を唱えているようだが、それならば、それにあたる確固たる証拠を改めて出していただきたいものである。合意の保証金を受け取っている6人にもおかわりを認めるとはね。どこの世界に、原告の証言だけで判決が下る裁判があるのか？あ、ここにあったわ。行かれた国が。証拠が何一つ見つかってない案件を立証する裁判所なんて聞いたことないし、国家間の問題解決合意も破り、主権も侵害する。この判決は、とんでもない暴挙を3つも犯してる。特に、主権の侵害は、韓国は、日本を国家として認めないと言ってるのと同じ。これは、本当に、異常の遥か上を行く異常判決だよ。日本の政治家は、ちゃんと理解してるのか？国交断絶でもおかしくない。ということで、今日の記事で、ムンさんが改めて、2015年の合意は公式合意だった。日本企業の資産売却は望ましくない。今回のスプリングセール不賠償判決には困惑していると発言したとの記事が出ていました。まあ、今さら何を言っているんだって感じですし、そもそも、この問題を作ったのはムン大統領ですよね。今になって、解決策がないから資産売却は望ましくないとか、スプリングセール不合意は公式合意だったとか、何を寝言みたいなことを言っているんだって感じです。韓国さんもたまに言っていますが、二度と日本に負けないとか言っていたのは何だったんでしょうか。これだけ早期の資産売却を望んでいる人がたくさんいるのに、ムンさんがそんな発言をしちゃうと、裁判所が忖度して売却をまた引き延ばす可能性が出てきちゃうんじゃないでしょうか。日本は多分、菅政権のうちは駐日韓国大使の辞任の挨拶の件を見ても韓国さんに譲歩する気はなさそうですし、ムンさんもどうしていいのかわからない感じになっているような気がします。今は状況が状況なので、今回のスプリングセール不賠償判決も困惑しているとか言っていますが、これがもし2年前とかだと、この判決は当然だとか言ってたんじゃないでしょうか。韓国さんでは日本以上にこの問題に関するニュースが流れているようですが、まあ実際日本は関係ないですし、韓国で勝手に判決を出して勝手に騒いでいるって感じですよね。今回のムンさんの発言で、日本企業の資産売却や日本政府の資産差し押さえなどが実行されなくなる可能性もありますが、最近の韓国さんは日本の期待に応えてアホな判断を下してくることが多いので、ムンさんの訴えも虚しく、日本企業の資産売却、日本政府の資産差し押さえなどに踏み切る可能性もあります。韓国さん、三権分立を訴えていたのはムンさんですし、まさかとは思いますが、司法に介入なんてしませんよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。